高麗ギギは生爪ギギ科の魚。中国ではカナンを中心に食用にされる。学名のシノニムにカキがある。中国語の標準名は木魚、ハオンサーン。朝鮮語ではトンジャンゲという。英語でイエローカーフィッシュなどと呼ばれることもある。日本で一般的なギギと同族であるが、体色が全体的に緑灰色で、腹など一部が炭鉱色を帯びて、 マダラ模様となっているので区別できる。全長1 0トルから2 0トル最大3 0トル程度で、対抗との比率は平均3.8倍程度と細長く、背びれの付け根周辺が高くなっている。尾びれは2刺しており、背びれは2つあり、第一背びれに1棘7難条、尻びれに19から20難条、腹びれに5軟条を持つ。触手が上あ 下顎に各一体、合計四本ある。鱗はなく、側線は明瞭。約八センチメートルで、生成熟し4月から6月に産卵、エビ類、定性小型魚類を餌として捕食する。シベリア西部アムール川、朝鮮半島と中国の国旅港、両賀、甲賀、長江、貧江、玉江の各流域及び海南島、香港に分布する。長江流域や、 関東省などで養殖されている。日本には観賞用として輸入されたものが放流され、2011年の調査で霞ヶ浦水系での定着した可能性が高いことが報告されている。小ぶりであるために中華料理では煮て食べるのが普通である。白身で癖はなく鱗もないため調理しやすい。四川料理では、キロウチョウの名で漬物と共に酸味のあるスープとしたり、 豆腐などとともに、スープや鍋料理の材料とすることが多い。暗記料理や、純揚げ料理では、のぼるさし魚の名で、スープにしたり、砂糖と醤油で煮付けにもされることが多い。純徳料理では、甲骨魚の名で、トーチムシや土鍋焼きなどにもされる。内水面ニュース h 2 4 1 1 1十5茨城県水産市県城内水面市場、A、AB 霞ヶ浦における、 外来種高来企業の最終記録と定着の恐れ、魚類学雑誌ボリューム59ナ、no. ンバー二 P141 から146、リをモーただし、中国淡水魚的分布区画、PP220 から221、1981、科学出版社、北京、関東淡水魚類誌、P299。ありがとうございます。